マイクロソフト・ウィンドウズ・ネプチューンはマイクロソフトのベータ版オペレーティングシステムのコードネームである。当時はまだビジネス向けと位置づけられていたウィンドウズ2000をベースにウィンドウズ NT 系のカーネルで一般家庭向け OS を作る計画であったが頓挫し代わりに QX 系列カーネルでウィンドウズ名がリリースされた。バージョン5.1として開発されていたが2000年1月頃に マイクロソフトネプチューン開発チームと Windows オデッセイ開発チームが結合し、ホイスラーへと方針転換された。Windows ネプチューンは Windows 2000の正式リリースの約2ヶ月前にすでに5000番台になっていた。また、初版であるビルド5000と後に発表されたビルド5111ではインターフェースが異なっている。マイクロソフト Windows オデッセイは、 マイクロソフトのベータ版オペレーティングシステムのコードネームである。1999年頃に開発中止した。ビルド番号は5154。ビルドがコンパイルされたかどうかは不明だが、おそらく計画段階でキャンセルされた。ありがとうございます。